はい、皆さんこんにちは、ワンダレグルビジです。では今回は信長の野望革新バーフキット仮想シナリオ太后の恩、続きをプレイしていきたいと思います。担当しているのは豊臣家になります。打倒徳川目指していきましょう。で、今一番の課題がですね、武将数なんですね。城の数はですね、徳川とほぼ並び立ってきているという状況なんですけども、いかんせん武将の数が足りてなくてですね、今徳川が現役、つまり武将の数が91に対して、我々豊臣家は71と20人も少ない、城の数はほとんど同じなのに20人も少ないというこのね、状況。さらにおそらく徳川をこの後ですね、伊達、さらに他のね小大名を飲み込んでいくと思いますので、我々の方もですね、この鍋島家をまず飲み込んでやろうというふうに思っています。で、島津はですね、そもそも現役の数がすごく少ないので、同盟のまま残しておいても影響はほとんどないので、島津はこのまま同盟を維持で、一方このね、鍋島家は飲み込んでしまおうということで、今回鍋島に攻撃を仕掛けていこうというふうに思っています。では早速続きを始めていきましょう。で、今福島正則軍がですね、柏崎港を攻撃してくれてます。このまま福島正則隊に任せましょう。で、大和郡山城は例によって、いつものように大軍に攻められている状況なので、ここもいつも通りの戦略になりますが、雷連を出して、防衛に当たっていきたいと思います。で、すでに大阪城と二条城からですね、九州福岡城攻略に向けて、軍を出陣させています。はい、毛利がですね、ここで同盟を解消申し入れてきたので、先に鍋島ではなくて毛利の攻略に変えましょう。行き先を変更します。目標毛利。これで毛利を先に潰せるんだったら、それはそれでね、全然ありですね。今回秀頼公御自らご出陣という状況なので、これで毛利を一気に飲み込みたいと思います。毛利の現役の武将の数13、これを丸々手に入れましょう。では毛利輝元隊が出陣してきてますので、これとね、戦っていきたいと思います。なんとか城を取ってね、武将を配下に加えていきましょう。はい、これで毛利を滅ぼしてます。全員登用していきましょう。続いて予定通り鍋島家攻略に入っていきます。では福岡城に向けて軍を出していきます。毛利家から10人以上、武将で召し抱えることに成功したので、これはね、すごく大きいかなと思います。この後は福岡城も攻略して鍋島家をね、一気に飲み込んでしまえば、また戦いやすくなるかなと思いますので、このまま頑張っていきましょう。では福岡城を今取りましたので、鍋島家の残りの、4つの拠点、これも奪ってしまって、武将をね、一気に全員召し抱えていきたいと思います。負傷しました。秀頼公が狙撃されて負傷してしまったので、ちょっとここは一度撤退して体勢を整え直しましょう。討ち死にしました。では鍋島家最後の拠点長崎港の攻略に入っています。これ攻略すれば、長崎取って鍋島がね、滅んで配下の武将をまるっと召し抱えられるという状況になります。やってくれる。対徳川とね、もう一騎打ちというかね、そういう状況に持ち込めると思います。はい、長崎港制圧してます。敵将捕らえたり。はい、では鍋島家を平らげて武将の数増やしたんですけども、徳川の方がさらに武将の数を増やしてまして、差は開く一方というところになってますんで、ここはね、徳川に対して一戦、交えていきたいというふうに思います。目標はここ富山城、ここの攻略を行っていきたいと思います。
では、大和郡山城に、また例によって敵が攻め込んできていますが、富山城攻略をね、優先して行っていきましょう。大和郡山城難攻不落の城、ここは、雷連で、防御を任せます。ここまで来るとですね、本当にあとは、徳川家とのね、一騎打ちという状態になってきています。家康はまだ健在ですね。まあ、敵味方、入り乱れた、久しぶりの徳川との本格的な決戦という状況になってますね。くらえ、聞かぬな。家康のこの治療がね、結構強力なんですよね。兵数一気に回復してきますからね。もちろん家康の部隊にね、混乱とか計略系は効かないですしね。まあ、ただここは雷連の力を信じて防御を任せましょう。問題は富山城ですね。ここを飲み込んで一気に攻略を進めていきましょう。ちなみに、この富山城攻略にはですね、真田昌幸、今田健在、そして雪村、立花宗茂、加藤清正、毛利勝長、そして秀頼公を自らご出陣という状況でね、盤石を期しているという内容で、このまま一気に敵をね、撃滅していきましょう。まあ、増援もいっぱい来てるようですけど、我々の方もまだまだ兵力十分ですからね。はい、富山城を確保しています。秀忠隊とかが出てきてますからね。これをもう今度は城から撃って出て、出撃して撃破していきたいと思います。秀忠をここで完膚なきままに倒すって言って、いや、大和郡山城がかつてない規模になってんな。しかも砲弾を打ち込んでくるようになってる。やるな。敵部隊壊滅。くらえ。行ってくれよったな。砲弾を打ち込むようになってきてるんで、大和郡山城の城壁を直で削ってきてますね。まあ、家康の方はもう大砲大筒、射程も伸ばしてきてますからね、強くはなってきてますね。本当に大和郡山城の攻略は徳川軍は懲りないですね。再び来るのであれば迎え撃ちましょう。まあ、ただ今までよりもきつくはなってきてるんですよね。ご覧のように大和郡山城の城の修復が終わる前に敵が攻めてくるっていうね、こういう状況に今はなりつつあります。敵部隊壊滅。大和郡山城防御施設が全部突破されましたね。なんとか雷連を急いで派遣して、援軍として防衛させましょう。もうここまで難攻不落を保ってきた城ですからね。島津との同盟が終了してしまったか。あの延長は一応ね試みたんですけども拒否されましたね。しばらく大和郡山城の修復に全力を注いだ方がいいかもしれないですね。すごく危険な状態です。大和郡山城が落ちると、機内、それこそ大阪城とか京都二条城とかが危なくなってくるんで、ここは絶対落とされたくないんですよね。島津がここで敵に回ったか。さあ、こっから島津との戦いになりそうですね。島津軍、城の数確認しておくと全部で
7つ。まあ我々の敵では本来ないんですが、今、武将の数が不足しているということと、大軍をね、ほとんど、対徳川戦に当てているということもあるので、ちょっとここはね、慎重に戦いを運んでいきたいと思います。次回は島津、いよいよね、同盟の延長に応じなかったので、島津を滅ぼしていきたいと思います。